エスパルトジのケイスケとハゲたーガチャマ。ということで今回は富士急に来ております。イエーイ。約1年ぶりじゃないですか。あれ1年ぶりも、そうです、あれが去年の夏ですよ。そうだ、そんな前、去年の夏は富士急の牢屋観覧車みたいなのと覚えてます。覚えてる覚えてる覚えてる。去年も新アトラクションとしてその牢屋の観覧車に乗ったんですけど、今年も富士急さん新アトラクションが出たようで、はい、こうなんで、まあ、いけどんなペースで作ってんねんな、ほんまにな。で、なんと今回ですね、その新しいアトラクション何ができたかと言いますと、富士山スライダーというのができました。なーに、高そう。楽しそうでしょ。多分富士山がついてるだけあって高いよね、まあ、富士山っていうのはもう日本一高いジェットコースターって言われてるやつなんですけど、それの今回富士山スライダーってことで、ガチ山が言ったように富士山ってついてるってことはそういうことですよ。イエーイ。スライダーなんぞやと。いや、ちょっとよくわからんよな。そちらがですね、なんと富士山スライダー、地上55メートル、全長120メートルの滑り台となっております。滑り台なんだ。超長いし高いんだ。高いし長い。今回そちらの富士山スライダー全員滑れるまで終わりません。あー、そうきたかー。55メーターの滑り台って想像つかんな。多分俺らも初めてじゃない、そんな長い滑り台って。いや、初めて、うん、まあ僕たちの一番怖い滑り台といえば、あの直角90度滑り台。待ち合わせたことないか。ないないない。で、島袋は石川から大阪で3時間半かけて行って、その動画1本撮るにもかかわらず滑らなかったという事例がありますね。無理。絶叫系は大丈夫なんですけど、安全ベルトがないものがね、怖いんですよ、この人。ほんとダメなんだよ、もう。だってこっちはさ、今体重もさ、90キロ超えてるからさ。やばいよ、とんでもねえ弾丸みたいな滑ってんじゃねえ。弾丸が…マジ肉弾やで、ディューン。芝袋よりちょっと怖いのがハンク。ハンクが滑れるかなっていうのがちょっと怖いね。だから、頑張るけど、怒り狂うのやめて。俺が遅いからとか。怒り狂ったことないやん。いやいや、早い、行ってとか。じゃあ、分かった。それやらんから逆切れもやめてじゃん。いや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 、逆切れじゃない。あれは、まっすぐな切れやろ。で、こちらの富士山スライダー、7月22日からね、オープンなんですけど、なんか今回先行体験させてもらえて。うわっ、ありがとうございます。開店前に来ております。開店前だから、朝すっごい早い。7時半今、うん、7時半に来て、滑りで滑るって。ではもう、時間もないんで早速、富士山スライダーの方見に行きましょうか。はい、はい、まだ下目入れてくださいね。はーい。もう来んのかよ。てか中じゃないねんな。ね、外だね。そういや、隣にはこちら見てください、富士山スライダーのイラストがこんな感じで描かれております。どうですかこれ。でも本当に富士急っちゅうもんはユーモアがあるね。ユーモアだらけやな。ということで富士山スライダー到着いたしました。はーい。この富士山スライダーがこちらです。ドン。どうですか。うわぁ、トルネードスローだ。めちゃめちゃ高いよ、もうクソ高えじゃん。まず階段で俺ギブアップしそう、途中で。その可能性は俺もあるんで。それはもうエレベーターございます。ちょっと前まで行きましょうか。はーい。はい、ということで改めまして富士山スライダーの真ん前まで来ました。はーい。ではここからは上に行く前にちょっと決めておきたいことがありました。何？滑る順番です。ああ、なるほどね。もう上でぐだらないように滑る順番決めましょう。はい。順番なんか希望ある？取れ高的に俺ご褒美やし、俺一番でもいいかなと思うんだけど。俺もこういうの好きだから早めに行きたいけど。もう別に何番でもいいよ。じゃあ俺4番。こっちの方がなんかビビる気がする。意外といきそうな気もするよ。どっちでもいいけど。じゃあこのまま行くか。1、2、3、4、5です。全然このまま全然またいでるし。じゃあガチヤマ1番、ヒロト2番、はい、僕3番、島袋4番、ハンク5番で、早速富士山スライダーの方滑っていきましょう。イエーイ。ということで完全装備に着替えました。見てください、こちらカメラ両腕に2つついてます。こんなん初めてじゃない。初めて。富士急さんこんなん用意してくれるって。 YouTuber で撮りやすいのやってくれるわ。じゃあ行きましょうか。はい。高っ。いたっ。いたっ。やばい、めっちゃ高い。うわ、すごー。展望台みたいになってんだ。やば。富士山があちらです。富士山です。あれ、うん、え、これすごない？この景色めっちゃ高いよ。これ下見れんのかな。ちょっと一回行ってみます。高っ。めちゃめちゃ高い。滑らしましたよ。どうしたん？これなんか90度のうち想像とかしちゃうんよ。それやるとね、もうね、マジで嫌なんだよな。今怖さレベルなの？結構
マックスだよね、まあ、まあまあされど滑り台だから、たかが遊びやろ。うん、じゃあ行きますか。はい、怖いぞー。おー、これ見て、やばいよ。やばっ。え、ここ滑んの？これすごいな。タン君ここでジャンプできるよ。バカやということで、藤山スライドの入り口まで来たわけですけども、はい、では、1番手、ガチ山です。はい、ありがとうございます。いいね、そのテンションで入れるのか。うん、超楽しみやもん。ほんまに大丈夫？全然大丈夫、俺結構全員ビビってきてない、なんか。いや、もう未知やからさ、マジで。そう、やったことないっていうのが。違う違う、それがおもろいね、ほんま。そうだよね。じゃあ、ガチ山準備できたらもう行ってください。はい、じゃあ、行ってきます。はい、行ってらっしゃい。お願いします。はい、かしこまりました。それではご案内いたしますね。ではこちらまでお願いいたします。はい、では滑る前に正しい姿勢についてご案内していきます。はい、袋に足を入れ、膝を曲げ、紐を握り、肘を伸ばし、肩をつけて滑走してください。こういう姿勢でお願いいたしますね。じゃあ装備の確認です。はい、肘当てしっかりついてますか？はい、ヘルメット緩すぎないですか？はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。それではお待たせいたしました。お尻がこの辺りになるイメージで座ってください。はい、で体倒してください。あ、もう見えてんの、そっから。すごいっす、これ。多分な、お前もっちゃも無理やわ。さあ、ガチヤンが入っていってます。はい、それではスタートします。それでは高さ 55m、 長さ 120m のスライダー楽しんできてくださいね。はい、いきますよー。いってきますよー。 3、2、1、すごいスピードだったで、もう顔が歪んできてるな、お前。やばっ。めっちゃ嬉しい。すっごい嬉しい。うわ、ガチヤマさんどうでした？いや、俺なんか途中透明になんね、全部鉄から。なんか吹っ飛んでくのかと思った。多分誰かごねります、最初スタート。俺めっちゃ楽しかったけど、でももう本当にシンプルに大人が楽しめる滑り台って感じ。めっちゃよかった。それでは次、はい、心の準備できた方はいらっしゃいますか？はい、次僕行きます。さあ、ヒロトの挑戦です。はい、ちょっと緊張するけど、それではこちらまでどうぞ。はい、さあ、ヒロトの挑戦です。角度すっげー。え、怖い？怖くはないけど、ちょっとやっぱ怖い。ということで、ヒロトの挑戦です。では行きますよー。はーい、3、2、1、ゴー。さあ、また一人仲間が消えてしまいました。早くしてはもう、マジで面白い。めっちゃおもろい。早いし、景色もいい。高いから、やっぱり。またやりたいですか、今？またやりたい。それよりもハン君のリアクションが楽しいもん。次俺か。行ってこい。行ったってくれや。え、怖さもある。怖さあるけど、滑りたさが勝ってるな。楽しみの方が勝ってんねや。わからん、でもそこ行ったらわからんで。確かに、確かに。だって、外から見てもエグいもん、あの角度。じゃあ、行ってきます。アデュー。はい、じゃあこちらまでお願いします。はい、やばやばいぞこれ。じゃあお尻この辺りになるイメージで座ってください。はい、うわぁやばいぞこれ。はい、それではスタートします。はい、はい、行きますよ。3、2、やばいやばいやばい、めっちゃ速いってこれ。こんな景色めっちゃ見えてるし、めっちゃ怖いし。めちゃめちゃ高い。でも途中で見える景色がめちゃめちゃ綺麗。なんかすげえカラフルやったって、うん、カラフルでああってなってたわ。これ多分もうハン君が相当ビビってましたから、今からの2人が見物ですから。オッケー。はい、ということで終了です。はい、何飛んでんすか？じゃあもうまさみ俺の代わり飛んでくんね。飛んでくんね。飛ぶんすかこれ。滑ってくんね。滑る。じゃあ続いて4番目僕行っていきます。もっちゃんでも重いから多分お前早いと思う。なんか後半で、ボーン、ボーン、ボーン、ズーン。何が出た今？内臓。じゃあ、行っていきましょう。行ってきます。はい、それでは行きますよ。さよなら。3、2、1、ゴー。
無理だ俺。一瞬だねこれ。すっげえ楽しいじゃん。最高だよ。いや絶対楽しかったわ。この限りはこっちは楽しいだろ。あ、これ楽しいわ。よかった。どうなんやろうと思っとったけど、ビビってんじゃん、アンくん。ビビってんじゃん。楽しめるっていうか、楽しんだ方が得っていうことやな。まあ楽しむわ、どうせやんねやったら。え、マジ怖や。人それぞれ楽しみって違うわけやん。それをさ、一緒にやらせるって言うたいわ。角度マジでヤバい。あーちょっとごねてるね、多分あれ。めっちゃ震えたから。まあもうね、覚悟は決まってないけど、滑んないと終わんないから。そうですね、滑るわって感じで。苦手だけど、行くわ。じゃあ、繰り返しになりますが、姿勢の確認ですね。こうですね。そうですね、はい。膝もうちょっと閉じておいた方が。閉じた方がいいですね。はい、そうですね、はい。めっちゃ練習しためちゃめちゃ練習してこの辺りのイメージで座ってくださいね。あー、怖っ。ちょっと待って。もし途中で止まりそうになったら、大声で助け呼んでください。何それ、待って、意味わかんない。はい、じゃあ行きますよ。やだやだやだ、やだやだ、あこれを声で。思ったよりだった。いや楽しかったよ。ちょっとやお前、一発目の声なんやねん。一発目はほんま死ぬと思ってたから俺は。マジで。だって上の人がさ、4人には言わないさ、途中で止まったら大声で助け呼んでください。いってらっしゃい。もし途中で止まりそうになったら大声で助け呼んでください。なんそれ、あのバカ。YouTube 分かってはるわ。お前腹立ったわ。一人だけ叫び方の種類ちゃうかった。違う。そう。あーだった。やだった。なんて。はい、ということで改めまして藤山スライダー滑り終わりましたけど、はい、どうでした？いやめっちゃ楽しかった。結構スリルあったよな。あったな。ハン君なんかほんまにあのイラストの顔になってたもんな。マジか。え、マジで似てない？ちょっと似てる。こうなってたよ。歯食いしばっちゃって怖すぎて、いいって、っていう感じの叫びやった。だからもうこれを機に、最近なんかちょっとスリル系やっていってるけど、ハン君のジェットコースター克服やっていこうか。これが最終章。いや、これ序章。マジ？これ序章。うん、もう日本じゃ収まらん。無理よな。海外に出ていくよ。これがじゃあ第1話で。俺藤山多分ね、マジで無理やと思う。よっぽど戦列迷宮の方がいいわ。やばい、乗ったことないの？ない。だから今度はあれよ、藤山慣れるまで一生滑り続けてみたい。慣れるまでって。いやわ、多分楽しかったよな。ちびっこから大人まで楽しめるね、うん、スリルだったと思います。まあ、ちびっこって言っても、うん、体勢なるちびっこやな。確かにね。ということで、今回、富士急で藤山スライダー先行体験としてね、体験させてもらったんですけど、ぜひ皆さんもこの動画を見て、友達と滑りたいとか、彼女と行ってみたいとか、思った方はね、この夏休みぜひ、富士急に来て、僕らの藤山スライダー、楽しんでみてください。はい、はい、ということで、今から僕たちはもう一個、絶叫に、ふざけんなよ行きたいと思います。なので、またそちらの動画を見てください。ということで、また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。時代を変えるために今アクションやげよう。12345動画再生数急上昇。難問ばかりのダンジョンみたいな関門抜ければ感動。折れない心を持つのがマスト。 S4R のインパクト。